ドニーオリンピック女子 400m メドレーリレーで日本チームを涙の銅メダルに導いたのは、当時チームで一番のお姉さん、バタフライの大西純子選手でした。あの時メダルの期待が大きくかかっていた日本チーム、しかし大西選手が引き継いだ時、その順位は5位。第3泳者、さあメダルをかけての大西の泳ぎ、3位争いは、さあ日本が3位、大西3位に上がってきた、大西3位に上がってきました、大西が3位に上げてきた、大西現在3位に上がった。お姉さんの頑張りが日本に銅メダルをもたらしたのです。ちょっと緊張して、初めてこんなに緊張したんで、すごい怖かったんですけど、でもみんなが頑張ってくれたんで良かったと思います。実は大西選手には3つの夢がありました。1つ目はオリンピックで決勝に進むこと、2つ目はメドレーリレーでメダルを取ること。この2つは去年実現しました。そして最後の夢は、やっぱり目標としている日本記録、個人の種目で日本記録を出した時に、まあ、水泳やっててよかったなって多分思えると思うんで、そうなるように頑張りたいです。大西純子26歳、日本女子最年長スイマーがきっと意地を見せてくれます。日本代表選手の最年長、26歳、大西純子。他の選手たちからはお姉さんのように慕われている大西が、その水泳人生の全てを注ぎ込むレースがやってきました。 Take your marks。ちょっと溜めてスタートしました。日本の大西、4コースのトーマスがいいスタートを切りました。そのトーマスの黄色いスイミングキャップがポーンと抜け出しました。それを左に見ながら、日本の大西は現在3位争いか。先頭は黄色いラインの右サイド、ペトリア・トーマスです。ペトリア・トーマスが先頭、はい、大西選手も積極的ですよ、はい、そのトーマスのすぐ向こう側が日本の大西です。大西は2位争い、積極的に前半飛ばしている、前半飛ばしている。まもなく50のターンに差し掛かる。大西純子ラストターン、4位でターンしました。いいです、はい、27秒です、はい、いいタイムで個人を倒して、さあここからが勝負だ、ここからが勝負だ。軍の中央に差し掛かってくる。先頭女王のトーマスに食らいついていきたい日本の大西。大西ここからスタートだ。現在大西は2位争いだ。黄色いラインの左側、左側日本の大西だ。大西上がってきた、大西上がってきた、大西2位に上がったか。メダルが見えてきた、メダルが見えてきた、2位争いだ。大西現在3位か。2位を狙え、2位をチャンスが来るんだ。大西ラスト 5m、 メダルがそこにある、メダルがそこにある。銀か銀かどうか。大西は3位、大会で取ること、そして自己ベストを更新すること、これまた大きな目標の一つでしたが、両方一遍に、しかも自己ベストです。うわー、もうめっちゃ嬉しい。やめようかなって何回も考えたんですけど、本当やってきてよかったです。